札幌羊が丘展望台の風景、丘の上のクラーク像札幌羊が丘展望台は、北海道札幌市とを開く羊が丘にある、北海道内でも、屈指の観光名所である。南東方向から札幌市街を展望でき、それを背景として、腕を伸ばしたウィリアム・スミス・クラーク博士の全身像が、展望台内に置かれている風景は有名である。 札幌羊が丘展望台は札幌市街地や石狩平野を見渡すことができる札幌市の南東部に位置する緩やかな丘の上にあり市街地の景色を背景に丘の上で羊が牧草をはむ風景は牧歌的な印象を与える麓には札幌ドームがありその形が展望台からよく見える丘の上に立つクラーク像は 北海道の開拓者精神の象徴であり、彼の有名な言葉である、ボーイズ、ビーアンビシャスと合わせてよく知られている。所在地は、北海道札幌市と平区く羊が丘一番地。国立研究開発法人農業、食品産業技術総合研究機構北海道、農業研究センターの敷地内にある。恋の町札幌カヒクラークチャペルと、 札幌有機祭り資料館羊の群れ、札幌羊が丘展望台のある羊が丘地区には、戦前、農林省月寒種羊場があり、その頃から札幌の観光名所として知られるようになった。戦後になると観光客の数が増加し、北海道農業試験場は、研究に支障が出るとして、入場を一時制限。関係自治体や、観光関係団体は、 入場を制限されると観光事業に影響が出るとして試験場を開放するよう陳情し、1959年、札幌観光協会が運営、管理する形で、敷地の一部の入場が許可され、札幌羊が丘展望台がオープンすることとなった。丘の上のクラーク坂広志道作展望台の象徴である、クラーク像はそれ自体大変知名度は高いが、 作品としての名称や作者についてはあまりよく知られていないことが多い。下記にこの像の名称や作者などについての情報を示す。この像は戦前より観光名所として親しまれた北海道大学クラーク像に代わる観光資源として混流された。北海道大学は現在でも多くの観光客が訪れるが、1970年代初頭は 観光客対策が不十分だったこともあり、観光バスの飽和が研究活動に支障をきたすほど深刻な問題となっていた。このため、1973年に観光バスの入港が禁止され、北海道大学への観光客の減少により、クラーク博士の知名度が下がるのではないかと危惧された。この事態を受け札幌観光協会は、 北海道の開拓者精神を全国に伝えて行きたいという思いから1976年にクラーク博士の来道100年を記念し、北海道大学早期100年記念とアメリカ合衆国建国200年祭に合わせて全身像としてのクラーク像を混流した。入場料営業時間北海道中央バスが運行。路線詳細は西岡営業所を参照。 バスで入場した場合、終点バス停に併設された詰所にて入場料を支払う。かつては、敷地内入場時に、係員がバスに乗り込み、入場料を徴収した。展望台入り口にある、福住三条9丁目停留所には、北斗交通が運行する新千歳空港連絡バスが停車するほか、北海道中央バス蒸気系統の発着もある。ありがとうございます。